さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。最終クォーター、攻撃権は大阪ガス自陣26ヤードからのファーストダウン10。さあまずパスプレーから入りましたが、このパスは不成功。ワイドレシーバー22番がポストパターンに入ってきたところにパスを投じましたが、このパスわずかにショートしておりました。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。前パスは失敗しますと、その時点で一旦時計は止まります。この点もこれからの戦術で重要な要素になってまいります。大阪ガスセカンドダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで大阪ガスに交代違反の反則がありました。フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。作戦を組む時間も含めて11人以下であることが求められています。この反則により5ヤードバッタリとなりまして、セカンドダウンやり直しとなります。大阪ガスセカンドダウン15、ボールオンは自陣21ヤード。パス不成功。クォーターバック12番、ここでパス攻撃により状況打開を図りましたが、このパスをコントロール定まらず、パス不成功となっています。大阪ガス、サードダウンに変わります。大阪ガスのクォーターバックは12番の日野上に変わっているようです。関西大学出身。大阪ガス、サードダウン15。ボールオンは自陣21ヤード。さあここでクォーターバック、一旦右にプレーを振ると見せかけて、その反対側にいる11番にパスを投じました。カウンターを取る形でビッグゲインを図らんというプレーでしたが、しかしこれは磯野反応しまして、フォースダウンに追い込みます。パスを取りましたワイドレシーバー11番は平田でした。京都産業大学出身。大阪ガスフォースダウン12でパントフォーメーションを選択します。このパントは相手陣に入りまして、磯野陣40ヤード付近は、タイトルユニフォーム磯野スーパースターズ移ります。ハーフウェイ付近で外へ出たという判定で攻守交代となります。攻守変わりまして、磯野スーパースターズの攻撃に入ります。磯野自陣48ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。キャニバック25番ハンドオフを託されまして、左オフタックルをつきましたが、しかしこれは大阪ガスのディフェンス陣に殺到しノーゲイン。磯野獲得距離なくセカンドダウンに変わります。しかし中のランプレーでしたので、時計はそのプレーの間でも回り続ける形になります。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続ける、このルールもご注目ください。
成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー86番にパスを通しまして、タックル受けながら86番約7ヤードのゲインを果たしています。パスを通じたクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。取りました86番、神奈は姫路工業大学出身です。これは大阪ガスナイスディフェンス。この3ヤードを中央突破によって状況を打開しようとしました磯野でしたが、これを大阪ガス43番見事にタックルしましてノーゲイン、フォースダウンに変わります。素晴らしいタックルしましたのは大阪ガス43番の西野、大手門学院大学出身。磯野フォースダウンでパントフォーメーションを選択します。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールがタッチバックとなる場合には相手チームに攻撃譲渡となり、相手チームは自陣20ヤードからの攻撃となります。ボール権攻撃権放棄、攻撃権は大阪ガスの主観区へ移ります。攻撃は大阪ガスに変わりました。自陣20ヤードから大阪ガスファーストダウン10。磯野ナイスディフェンス。まずランプレーから入りました大阪ガスでしたが、これを磯野ディフェンスがチャージしましてこのランプレーを阻止しております。タックルしましたのは43番約3ヤードロスを覚えました。素晴らしいタックル決めたは磯野スーパースターズ43番の西脇、岐阜大学出身。大阪ガスセカンダウン13。さあまず短いパスを通しました。ワイドレシーバー88番倒れ込みながらキャッチしました。約3ヤードゲインとなっています。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。パスを取りました88番は林でした。大阪体育大学出身。大阪ガスサーダウン10、ボールオンは自陣20ヤード。サードダウン。ここでホイッスル。大阪ガス、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。作戦の伝達がうまくいかず、制限時間を超えそうな段階になりましたので、ここでタイムアウトを入れました。
タイムアウトを解けまして試合再開となります。大阪ガス自陣20ヤードからサードダウン10。チームタイムアウトを解けまして大阪ガスシカクスサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り10ヤード。パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック12番ロングパスを通しました。一気にその状況打開図らんという長いパスを投じましたが、ワイドレシーバー1番カバーされていてこのパスに追いつくことができませんでした。フォースダウンに変わります。大阪ガスフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。セーフティー。ここでパントの際のスナップが大きく見られました。パンターはなんとかそれをランニングパントしようとしましたがプレッシャー激しく、結果的にエンドゾーンの中で外へ出る形になりました。これはエンドゾーンの中で倒されたと同じ状況になりまして、セーフティー自殺戦となります。したがいまして、そのスーパースターズに2点が入りまして、そのスーパースターズ29点となりました。またセーフティーは攻撃チームが自殺点という形になりますのでマイナス2点を獲得したという扱いになります。したがいまして得点を上げた格好になるので大阪ガスのキックオフで試合再開となります。大阪ガスの自陣20ヤードからキックオフボール、キックオフです。またそのセーフティーの場合のキックオフ地点は自陣20ヤードと自陣深い位置からのキックオフとなります。大阪ガス自陣20ヤードからのキックオフ、磯野オンサイドキックを警戒し前に選手を固めました。ここで大阪ガスはチープキック、短く浮いたキックを蹴りました。これをそのキャッチしようとしましたが、このキャッチを失敗しましてフリーボールとなりました。ボールを抑えたのは大阪ガスです。従いまして大阪ガスが攻撃を得ました。このボールは大阪ガスシカクス21番山村光平選手がリカバー、攻撃権は大阪ガスシカクス。非常に厳しい状況でしたが大阪ガス見事ここでギャンブルキックを成功させて攻撃権獲得に成功しました。しかも相手陣49ヤードに入ってからの攻撃です。大阪ガスファーストダウン10。パス不成功、パスは不成功。その最初のプレーはパスプレーとしました。しかしクォーターバック12番のパスチップされましてパス不成功となっています。元の地点に戻され大阪ガス相手陣49ヤードからセカンドダウン10。ここでワイドレシーバー1番へのヒッチパス、真横に展開した横パスをパスを投じまして1番キャッチアンドラ、これにより約3ヤードゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック12番は日の上、取りましたワイドレシーバー1番はコウ。大阪ガス近くサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り7
大阪サーダウンセブンですがどうするでしょうか。インターセプト。さあまだ返していく。大きなリターン。タッチャー。バサー、タッチャー。イングプレーが出ました。ここで大阪ガスクォーターバック12番がパスを投じました。がそのパスを通りましたが磯のスーパースターズ3番そのまま味方選手をブロッカーに引き連れ左サイドラインを独走、一気にエンドゾーンまで落とし入れましてタッチダウン。磯のスーパースターズインターセプトリターンタッチダウンを決めまして6点追加といたしました。スーパースターフライフォーポイント。このキック決まりまして1点追加、そのスーパースターズ36点、大阪ガススカンクス6点となりました。素晴らしいインターセプトリターンタッチダウンを決めましたのはそのスーパースターズ3番津田、鳥取大学出身。昨シーズン入れ替え戦におきましてサイドバインダーズの猛攻フォースダウンギャンブルを見事なパスカバーで阻止しました。値千金 X 昇格を決めたスーパープレーはここで一つ大きな仕事を決めました。そして得点を挙げました磯のスーパースターズのキックオフで試合再開という形になります。ただいま得点を挙げました磯のスーパースターズのキックオフにより試合を再開されます。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ボールがキックオフボールがサイドラインを回りましたのでファウルが キックオフのボールは外へ出しちゃいけません。この場合リターンチームは出たところから5ヤード前進した位置か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードのバッタリという扱いで自陣35ヤードのいずれかの選択をできますが、大阪ガスは5ヤード下げて蹴り直す形を選択しました。このリターンでその状況打開を図らんという目論見と思われます。従いまして自陣30ヤードから磯のスーパースターズキックオフやり直しとなります。大阪ガス89番がリターン、果敢に中央突破を敢行しまして自陣40ヤード地点の攻撃開始地点を確保しました。大阪ガスのリターナー89番は松本でした。関西大学出身、松本慎介選手2ヤードのリターン、攻撃点はイエローのユニフォーム大阪ガススカンクス、自陣41ヤード地からファーストダウン戦、大阪ガス自陣41ヤードからファーストダウン10。クォーターバック12番右へのランプレーを展開しようとしましたが、これはそのスーパースターズディフェンス陣殺到し約8ヤードロスを奪われています。
大阪ガスセカンドダウン18、ボールオンは自陣33ヤード。パス不成功。プレーアクションを挟みましてのパスを投じましたが、レシーバーとのタイミングが合わずパス不成功となっています。大阪ガスサードダウンに変わります。大阪ガスサードダウン18、ボールオンは自陣33ヤード。キュービーサーク。プレッシャーある中、クォーターバック12番パスを投じようとしましたが、磯野44番がキュービーサーク。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。先ほどのフラッグは無効となりました。反則は発生しておりません。 QB サックによりさらなるロスが発生する形で終了となります。見事 QB サックしましたのはそのスーパースターズ44番の井川、金沢大学出身。大きくロス、ただいまプレー中にファルマーカーが出ましたが反則は発生しておりません。ノーフラッグ。試合再開となります。大阪ガスフォースダウン28でパントフォーメーションを選択します。そのこれをフェアキャッチしましてハーフウェイ付近で攻守交代となります。大阪ガス四角数フォースダウンの攻撃、パントにより陣地を挽回。このボールを磯野スーパースターズリターナー3番津田厚野選手、フェアキャッチ、手を振り、リターン数の厳しいのない表示をしました。攻撃権はホワイトルユニフォーム、磯野スーパースター自陣48。攻撃権変わりまして、磯野スーパースターズの攻撃に入ります。ボールオン自陣48ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。ここでイエローフラッグが発生しております。磯野に交代違反の反則がありました。フィールドの中に12人おりました。5ヤード抜退しファーストダウンやり直しとなります。12人以上でハドルを解いたということです。5ヤードのペナルティ、磯野スーパースターズ5ヤード下がってファーストダウンを行います。そのスーパースターズ自陣43ヤードからファーストダウン15で試合再開です。さあまずランプレーを投入しました。ランニングバック25番ハンドオフを受けて右オープンを展開しようとしましたが、これは大阪ガスのディフェンス集まりよく1ヤードロスとなっています。しかしボールを持った選手が中で倒れているため時計が回り続けます。まもなく試合時間残り4分を切ろうという状況になっています。磯野スーパースターズセカンドダウン16。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投入しました。キャリアは42番、味方ブロッカーを生かしまして約7ヤードのゲインとしています。
キャリア42番は倉谷、神戸学院大学出身。時計は回ります。試合時間残り3分20秒を切ります。そのスーパースターズサーダウン9。さあこのランプレーは阻止しました。大阪ガスディフェンス54番がラッシュをかけまして、このランプレーノーゲインとしています。大阪ガスディフェンス54番金田拓実選手がタックル。ファーストダウンは与えません。そのスーパースターフォースダウン、そのスーパースターズフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。このパントにより大阪ガスは自陣20ヤードを超えた地点からの攻撃という形になります。パンター5番朝日翔太選手ボロケイン攻撃警報器。磯野パントという形に終わりましたが、しかし巧みに時間を消費する形になりまして、試合時間は残り2分21秒となっています。大阪ガススタンス自陣22ヤード付近からパーソナルテンの攻撃。大阪ガス自陣22ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック12番ワイドレシーバー89番にパスを投じましたが、パスのタイミング合わずパス不成功となっています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。試合再開です。大阪ガスセカンダウン10。パス不成功。再び89番にパスを投じましたが、このパスもショートでした。サードダウンに変わります。大阪ガスサーダウン10。さあこのパスの判定はしかしパスインクコンプリート、パス不成功の判定です。今度は右方向にパスを投じましたが、青谷インターセプトという危ないプレーになりました。しかしパス不成功ですのでフォースダウンに変わります。パスは不成功。ダウンは進み大阪ガススカムスフォースダウン10。大阪ガスフォースダウン10プレーを選択します。ギャンブル10ヤード前進しないと攻撃権を失います。フォースダウンギャンブルに入ります。パス不成功。ここもパスで突破を図りましたが、このパスも不成功となりました。4回目のパス失敗、プレー失敗という形になりますので攻守交代になります。攻撃権は変わりまして磯野スーパースターズと変わります。
権はホワイトユニオン磯野スーパースターズに移ります。磯野スーパースターズ敵陣22ヤード付近からファーストダウン10。磯野スーパースターズ相手陣22ヤードからのファーストダウン10。中央へのランプレーを投入します。何枠42番ハンドオフを託されまして密集点につきまして約3ヤードのゲイン。キャリア42番は倉吉、神戸学院大学出身。失礼しました、倉谷でした。42番倉谷、神戸学院大学出身です。磯野スーパースターズファースター、ここでクォーターバック18番ハンドオフから自らキープし攻撃権更新を果たしています。磯野スーパースターズファースター、田中健選手自らボールをキープ。磯野スーパースターズ相手陣8ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールになります。3ヤードほどのゲイン、ファーストダウンを獲得。磯野スーパースターズ敵陣ゴール前6ヤード付近からファーストダウン2ゴール。ここでランニーバック27番ハンドオフから右オープンを展開しました。これは大阪ガスディフェンス陣集まりましてエンドゾーンは阻止しております。外で出ましたので一旦ここで時計は止まりまして試合時間残り26秒となっています。そのスーパースターズセカンドダウン2ゴール、残り6ヤード。何枠22番トスをオプションのトスを受けまして右オープンにスイープ、エンドゾーン手前のところでスライディングしましてボールデッドとしました。今井信也選手オプションピッチプレー、コーターバックのピッチを受け右オープンへボール展開。チームタイムアウト。磯野スーパースターズ時計を残り1秒押してください。残り1秒押してください。磯野スーパースターズ試合時間残り1秒で後半2回目のタイムアウトを取りました。残り時間は1秒。タイムアウトを受けまして磯野サーダン2ゴールフィールドゴールトライ、キックによる3点ゴールになります。このキックは失敗でした。フィールドゴールは失敗。磯野スーパースターズここで試合時間がなくなりました。3点を狙うべくフィールドゴールを狙いましたがこれは失敗。ここで試合終了。試合終了となりまして大阪ガススカンクス6点、磯野スーパースターズ36点で磯野スーパースターズの勝利。磯野スーパースターズジュニアトーナメント決勝進出となりました。6対36で磯野スーパースターズが勝利いたしました。ありがとうございました。
途中まで両チーム素晴らしく拮抗した戦いでしたが、最後その中から駆け上がりました磯のスーパースターズがこの試合勝利しました。素晴らしい戦いぶりでした。磯のは昨シーズンのジュニアトーナメント決勝戦の雪辱を晴らすことに成功した形になります。トライアクスジェイスターズとのジュニアトーナメントの決勝戦が組まれております。どうぞそちらもご覧いただきたいと思います。対しまして大阪ガスはここで敗退という形になります。今季も優勝を遂げ秋に向けてのその弾みとしたいという意気込みは感じましたが、しかし昨シーズンの屈辱を挟んとする磯のスーパースターズの勢いに後半押されまして、この試合涙を飲む形になりました。しかしこの無念は本番である秋に晴らさんと今情念を詰め合わせているところでしょう。素晴らしい両チームの戦い、ナイスゲームでした。ここで両チーム選手、両チームの選手スタッフの方にお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪するは厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この長い苦闘の中にありました、彼らはコロナ禍にありまして、その画商新端の時をなめる形になりました。しかしそれを乗り越え、今開花開校の春を謳歌しております。その頂に至る試合が6月25日 MK タクシーフィールドエキスポにて行われます。その果てにおいて勝利の凱歌を上げるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。ジェイスターズでしょうか、それとも磯のスーパースターズでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信はこの試合を行いました各チームの申し出によりまして、 NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。その配信を実施しましたのは私道楽やり者です。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。